ったいない。そういうのも繰り返して間違えてると間違いはなるかなって。いや、まあ間違いを癖にしないと大丈夫。同じ間違いはしちゃいけない。なんかやっぱなんかどっかこうこういうもんだみたいなのがどっかあって、絶対これはこうだ、ね、この間こうこうやって解いたみたいな。この間こういう風に解いたからっていうのはあんまりないですね。まあ、といっても限度がありますけど、その時その時にやり方を考えてる感じがします、ね、そこまで問題に慣れてないっていうのと、やっぱその時その時考えた方が面白い。なんかね、私ね、その前日にあった問題とか同じように解こうとしちゃう癖があるんです。癖があって失敗するよね。問題違うのに冷静に考えるとそうなのに、よくよく4問題見ると前日にやったもんだから、もう絶対そうだっていうふうに同じように解きたいって気型になっちゃって、うん、なんかもう、なんかそうやって溶かしてみたいな願望が出てきちゃうみたいな、なんかそういうもんだろうみたいな、もう決めつけちゃって、うん、その問題と同じだねみたいな感じで緊張してるとそういうことなんか多くないそうですね、逆に。なんか上は一問一問そうやって過去のことは振り返らず、過去はあんま振り返らないですね。あの時こうだったけど、この時はこうだったなみたいに思ってやってるんだ。あの思うとしても前日のやり方をバッてやるっていうことはあんまりないですね。それ頭いいな。落ち着いて解ければそういうことできますと言っても、あの時どうしたっけとかはない。あの時どうしたっけってなった時はそういうのは考えません。あ、そう、そういうのは考えないで、むしろこれどうやるんだっけって考えます。あ、前回じゃなくて自分の直感を信じます。この問題あやふやな、この間見た感じするけどわからないけど、うーん、どうやったっけ、まあ、どうちょっとわかる。この間のをどうやったって考えるんじゃなくて、そういう時はもしこっちをどうやるかを考えてやりますね。どっちかって言ったら自分の感覚を信じます。過去の記憶はすごい曖昧なんだけど、記憶は振り返らないんだけど、あと緊張をなくすのをやりたいな。どうしよう、俺はなんかいくつか緊張をなくす方法あるんですけど、どうなのそれっていう。どうなの。ああ、テスト前なのに全く関係ない本読むんです、うん、いつもやってることただ簡単と。本とか読むと一瞬で緊張消えます。一瞬は嘘です。すぐ少しすぐだったら緊張消えますから、だからそれで緊張はなくす。まあそれがやっといつの間に時間が過ぎてたりするんですけど、まあ、いつの間に前日、まあやるか